はいどうも、添島ックスです。寒い季節になってきましたね。バイク乗りにとっては辛い季節です。でもひょっとしたらこれがあったら大丈夫かもしれない。ひゅっほっ、はい、これは何かと、ちょっと開けてみます。おお、でっかい箱なのに出てくるものは小さいやつ。こんなでっかい箱じゃなくていいのに。よいしょ。ビンモリさんの電熱ベストです。これビンモリって読むんだよね。ビンモリだよね。ビンモリ、ビン、ビン、ビンディーゼルと同じビンですね。あ、意外と薄で、こういうやつ。ベスト、ベストだよね。これ USB の電圧チェッカーらしいです。こういうのもついてる。これは？あ、わかった。これは洗濯のためのカバーソフトケース。これ入れて洗濯してくださいねってことか。いや、いい気遣いだね、これは。説明書は日本語も入ってます。ちなみにこれはフリーサイズだと。あ、まあ普通ですな。意外と薄手だね。あ、ここにコードがありました。 USB のコード。まあ中に着るんだったらね、そんな目立たないしいいかな。まあこれの上に要はこういうダウンとか着ればあったかいよってことやろ。あ、これはあったかいかもな。これでこのベストがホコホコするんだったら、それあったかいさ、絶対あったかいさ。あ、いいね。これもいいでしょ、かわいいでしょ。これ色も黒とか、あとなんかポケットがついてるやつとかもありました、ね、ここにコインスイッチがついてます。はい、はい、モバイルバッテリー、この左側のポケットにこうありますね。これ入れますね。こうかな。それでこのボタンを長押しするとつくらしいけど、ピッ、おついたね。電源入りましたね。とりあえず電源が入りましたって状態で点滅してますね。これね、ゆるい点滅してます。一回押します。あ、色変わった。2回目変わりますね。3回目変わるね。4回目変わった。5回目、これ多分超高温ってやつだ。あ、暑い。もう暑いわ。背中のね、ここが暑いです。ここがね、暑いといいんですよ。ここがね、実は心臓の真後ろぐらいで血液があったかくなるんで、体中にこの熱がね、伝わっていくということを僕は聞いたことがあります。だからバイク乗りはみんな、ここにね、北海道、貼れる回路貼るんですよ。僕もそうなんです。だからそこにこの電熱のやつがあるってことですね。あったかくなる部分ができてると。もう2箇所、ここか。あ、ここ、ここだわ。脇、まあ、背中の部分と、この辺ですね。この辺、この辺に、この辺に、暖かくなるところがあります。暑い。ちょっと暑い。まあ、生地の縫製とか、チャックとかも、まあ、しっかり作ってあるので、特に不安はないですね。これやばいなとか、破れそうだなみたいなところないです。ここにチャックあるね。ここにチャックって、ここは広がってサイズ調整ができるってことですね。そういうことですね。うん、だちょっと大きい人でも大丈夫と、このサイズでいけるよってことだ。僕はこれ開けずに、まあ中に何を着るかによるけど、まあ開けずにいけそうです。ちょっとね、やっぱキュッてタイトな方が熱が伝わりやすいと思うんで、これでいきます。ちょっと汗かいてきました。これはいいんじゃないかな。次のカブの旅ではこれをね、使ってね、行きますよ。そりゃ山の方行ったら寒いからね。っていうか冬バイク乗るってやっぱ寒いから、これぜいいわ。これ欲しかったんだ。これおいくらですか。よいしょ。暑い、暑いわ。またカブログか、カブの旅の方で、この冬これをレポートしたいと思いますので、ぜひお楽しみに。ぜひカブの旅も見てください。よろしく。良さそうだね。これは良さそうですよ。